皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。この動画では恐竜カルタに登場する古生物たちをゆるーく紹介していきますから、リラックスしながら見ていってくださいね。今回紹介する子は、おっと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 、逃げないで、これだ。今回紹介する子はこちら、ウェルホサウルスでございます。ウェルホサウルスは中国の新疆ウイグル自治区の白亜紀前期の地層から化石が産出して1973年に命名された剣竜類の植物食恐竜なんですね。ウェルホは化石が発見された場所の近くにある町の名前なんですよ。うまそうに草を食べてるウェルホサウルス。そう、剣竜類ってみんな植物食だったと考えられているので、植物はいろいろ食べていたんでしょうね。ウェルホサウルスの推定全長は約7メートルと考えられていますが、化石あんまり見つかっていないんです。この特徴的な背中の板も実は2つしか見つかってないんですよ。ですが、ウェルホサウルスはステゴサウルスと近い関係にある剣竜類なので、ステゴサウルスと同族にするという研究もあるんですが、同族にするか別族にするかで意見が分かれているんですね。次回もまた恐竜カルタに登場する古生物、一緒に調べていきましょう。それでは。